はい、タンタンです。本日はこちらですね、国産のジャパンヴィンテージ S ヤエリ入荷しましたのでご紹介します。 S ヤエリの YD304 YD の304ですね。これですね、スリーピースバッグのハカランダとメープルのスリーピースバッグ、非常に目のいい個体でございます。こちら、シリアルから1976年製との個体となりまして、非常にいい味出てますね。木目がいいですね。ちょっとまあ全体的に白く白濁してますけれども、まあこれだけの木が出てればまあかっこいいですね。スプルーストップ短板の、サイドバックはラミネートですけどもね、ハカランダとメープルの非常に美しい3号タイプの3ピースバッグになっておりまして、はい、ルックスもトップもね、非常に状態いいです。40数年経ってますけども、非常にコンディションいい個体となります。エボニシバンでヘッドこんな感じですね。ペグがシャーラーのペグが搭載されております。そんな感じのこちら状態ですね。とても弾いてみます。非常にこう響きがいいです。ハカランダのこうヴィンテージサウンド、非常にこうパリッとしたサウンドに仕上がって、今ね状態になってまして、まあ、やっぱり硬質な材ながらこう経年とともに音のまろやかさっていうのがね、馴染みがあるので、ちゃんとこう扱われてきた楽器の、まあ、ヴィンテージハカランダはこういうすごいいい音するんだなっていうのがまじまじと感じるような、サウンドになっております。とてもこうボリューミーで、非常にこうゴージャスというかね、きらびやかなサウンドっていうのもかなりしっかりなってくれるので、まあ、ラミネートを測ながらやっぱりハカランダの、サウンドっていうのは気持ちいいんだなと改めて感じることができた個体かなという印象でございます。特にこう、ね、大きなダメージがないので、非常にまだまだ現役バリバリの、ドレッドタイプでございますので、ぜひこちら昔見て欲しいなと思ってた方に限らずね、またこのルックスですごいないいなと思った方はぜひ店頭にてお試しいただければなと思っております。そんな感じでこちら S ヤエリのYD の304でございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。